皆さんこんにちは、ひろです。お久しぶりです。今日はですね、歌舞伎町に一個新しいね、セットマージャンのお店ができたっていうので、この前ね、一回使わせてもらったんですけど、めちゃくちゃ環境が良かったんで、これはね、もっと使ってほしいし、こういうの増えてほしいっていう気持ちも込めて、じゃそこにね、ちょっと動画撮りに行ってきます。こうやって見るとね、変わりましたね。これね、ビフォーアフターこれ貼っときますけど、いや、すごいね、これ、現代医学の力。の恩恵を受けました。それでは早速ジャンスの方見ていきましょう。新宿歌舞伎町へ。ブラジコ。着きました。ここね、東横のほぼ隣です。あの辺、大体。でもここですね。来ました。ここですね。ちょっとね、入りづらい感じはあるんですけど。中ね、こんな感じになってます、ね、お手洗いがこちらですね、めっちゃ綺麗、ね、ここでね、ジース買います。で、奥に2部屋あります。入るときは、ここになんかパスコードを入力します。入力して、こう目印、これで開けましたね。よいしょ。で、中がね、こんな風になっております。ね、このモニターとエアコン、こんな感じですね。こちらの谷服かけるとこと、リセッシュと傘、冷蔵庫にね、この凍ったおしぼりとか、こっちの下には冷たいおしぼりとか入ってます。これ見てください、すごいんですよ。これ見た時にめっちゃ驚きました。これ見てください、この12杯の数。まずこれとかまずすごいね。これ何ウーピン、パールみたいなの埋め込んである。これもすごい。これね多分ね、アメジストポチってやつですね。噂にしか聞いたことない。こういうのもあります。これね、なんとこちら、何が何か分かんなくなりそうだけど、ちょっとお友達が来ました。これでここいくら？これですね、あ、いいですね。ここはですね、お高いと思うじゃないですか。高そうだよね。でしょ。え、ちなみにいくらだと思いますね、ここ？3000円。おお、ここですね、1時間2640円です。あ、でもいいね。え、いい、そうです、2600円。広いし、モニターついてるし、だから人数でいうと、だから6人とか7人とかいけちゃうわけですよ。ここで4人マージャン打ってて、ここで2人ぐらい座ってて、みたいな。めちゃめちゃいいでしょ。しかも、このモニター、これ好きな YouTube とか音楽とか流せるんですよ。貴重で、これだけ環境良くて、ね、これ予約とかは簡単なの？予約はですね、もうめちゃよく聞いてください。予約はスマホからできて、しかも決済もね、クレジットでできるんです。だから、例えばこの日の5時から夜11時まで、使いますといったときに、5時から11時を押して、で、予約して、クレジット決済して、まあ、当日に来てパスワード入力して、マージャン打って帰るだけ。だからもうめっちゃいい、ね、めちゃくちゃシンプル。僕がもともとフリージャンスをやってるじゃないですか。まあ、個人のね、フリージャンスってやっぱ厳しいんですよ。個人のパチンコ店とかもそうですけど、もうやっぱりこう、まあ、脳汁屋さんみたいなこう商売してるわけじゃないですか。正直、個人店は、レート以外の差別化がもう難しいです。そうだね。ポコって強いよね。はい、あの店舗の綺麗さだったりとか、どこの店舗行ってもクオリティが変わらないとか。もうマーチャンしか勝てないですよ。いや、もう、これ以上、そう、これ以上勝負しても、マーチャン以外勝たないんで、じゃあ個人店で、フリージャンサーとして一つ店成り立たせようとしたらどうするかっていうと、もうレートをぶち上げるとか、もうそれでしかこう、なんか、気にける方法がないですよ。社交性煽る。社交性煽るしかない。結局、4号機が高社交機ばっかりで怒られたんと一緒で、もう怒られるような続くんですよ。でもじゃあマージャン神宮2年ぐらいですけどやっといて、まあ、結局のお客さんもいっぱいいて、まあ、これ以上こうね、成り立たせるのがちょっと難しいってなった時に、じゃあこう冷凍をぶち上げて、さあこの試合を始めようかってならなかったから、まあ、だったら今の感じでちょっと辛いんだったら、まあ、今来てくれる人たちがセットを使えるようにって言って、今のセットマージャン神宮になったんですけど、じゃあマージャンしますか。じゃああとは、まあ、どうしようかな。もうどこからむっちゃんとかあずことか合流するらしいんで、まあ、こんばんは、麻雀女子の皆さん。こんばんは。ああ、いいなぁ、もうなんか。いや、もうね、あ、今日は飲みに来たんですか、麻雀しに来たんですか。飲みに来ました。あ、飲みに来たんですか。両方です。このさっき YouTube で撮影してるんだけど、やっぱり女子入れないと間が持たない。すいません、すいません。マージャン警察って謎の高校先生がありがとう、新宿チャンネルですけど、今何を発信していいか分からない。もう俺声を大にしてこの業界に出ていたらもうない。アメリカがどんなに出したらマージャンってもう俺は人生には何の感じもない。いや、また
最新だと思う。俺一番思うのは、はい、M リーグにこうやってあえて文句つけるんだって、やっぱり M リーグで外側をやるべきだと思うんだ。選手が下手なマージャンで自分が金銭的な損をしましたっていうんだったら、やっぱちゃんと意見を言おうっていう気になるけど、人が損してるだけの責任が本人しかないから、周りがとやかく言うことではないわけですよ。例えば、競馬の騎手がミスしてとか、元の選手がこうターン失敗してくしちゃっちゃうとか、そういうのに対して金をかけている野田菊は、それはやったくないと。いう権利があるわけですよ、うん、マージャンに関してはお金をかけちゃう我々は選手に悪いというか名誉毀損とかなんかよく分かんないじゃないと思う、はい、前のマージャンが下手だからでもそのマージャンでフォローしてるのは本人だけだから何の問題もないようになっちゃう。そこに1000円か2000円のお金を乗っけていたらお前のせいで俺の金がなくなったんだどうしてくれるんだって言えるわけですよ。美しい正しいです。正しいこれは山の方が山に負けんだなんて。